過去と他人と起こった出来事そのものは変えられないなんて言葉ありますよね過去は変えられないし目の前他人も変えられないし出来事も変えられない、うん、例えば僕で言うと8年前に東日本震災のそういういサポートしてました、えー、毎月とか2ヶ月に1回3ヶ月に1回ずっと被災地に行きながら心のサポートしてましたけど 震災っていう悲しい出来事そのものは変えられないですよね、うん、でもこれは変えられないんだけど今は変えられますよね今この瞬間は変えられるし今この瞬間の自分は変えられるしそして出来事は変えられないけど受け止め方は変えられるってこと 震災とかで言うと、それこそあの震災があったせいでこんな悲しい、みじめな人生になってしまったという人もいます。でもね、震災があって、今の自分があるってちょっとでも思ってもらえるように、あったおかげでとはなかなか思えないんだけど、でも震災があって、それが転気になって、 今の人生があるそして今の自分は幸せに生きてるっていうちょっとでも思ってもらえるようにずっととそういういサポートしてみましてまたす、うん、すごく大事なことですよね例えば昔いじめられてた人がいたとしたら僕なんかもそうですけどいじめられたせいでこんなに自分に自信なくなっちゃったっていう自分も選べるしいじめられたおかげででも人の痛みが分かる人間になれましたとも受け止めることもできますよね。 だから今と自分はどこまででも変えられますどんなふうにでも自分で受け止められるってことですよね解釈は自分で変えられますうんじゃあどうやって受け止めていこうかでそれこそ浩介が今回転職をして転職なんかしたせいでこんな人生になっちゃったっていう人生も自分で選べるんですよでも転職あの時一歩踏み出したからいい人生になったなでもいいし あの時迷ったけどやっぱり市役所にとどまったおかげで今のこののここ幸せがあるるも全部自分でで選べるってことですよね、うん、大事なことは今と自分をどう変えていくか受け止め方をどう変えていくかという話でありそして面白いのが今を変えると当然未来が変わるんですけど未来が変わると何が起こるかというとこれですね「入院」といって過去の価値が変わっちゃいます。 過去が変わります。今言ったようにね、今の自分を変えて素晴らしい未来を作っていくと、過去いじめられてたってことが宝物になるかもしれない。例えばね、変な話を。僕があの今日さ夜夕方あたりにね、名古屋駅あたりでさちょっとあの一服あの違法なお薬をあの買いだり売ったり吸ったり吸ったりなんかすると。 あの現行犯逮捕されて夜のトップニュースになるわけですよ本日えー、夕方6時頃名古屋駅前で自称経営者と名乗る津田裕明容疑者がえ覚醒剤所持え使用の疑いで現行犯逮捕されましたとか言ってなるわけですよねそうすると僕の昔音楽やってましたミュージシャンやってましたっていう過去を知ってる人はこう言うかもしれないああヒロさんね昔ねミュージシャンだったらしいよあの人ああ だからそんなさ薬とかさろくでもないこと手出すんだねって言われるかもしれないね。ああ,あ,あ僕の名誉のために言っておきますけどミュージシャン時代一切やってないですからね <laughs> 全くやってないですからね本当に本当にそうそう言われちゃうかもしれないじゃんけど僕が今この道を、ね、この講演家として教育者としての道をまっすぐに歩み続けてこれからもたくさんの人の心にボーボー火燃やしてって。 みんなもしちょっと元気にできたらあ僕心の放火魔なのであの勝手に火つけて勝手に帰るんですけどもう火だけ勝手につけてそうっていう未来をどんどん作っていくと未来僕はこう言ってもらえるかもあひヒロさんね昔ミュージシャンだったらしいよなんかさもう昔ミュージシャンだからなんかこう感性が豊かでそうやって人に伝わるようなメッセージ伝えられるんだろうねとか言ってもらえるかもしんないじゃん。そう、僕がミュージシャンやっっててた過去は何も変わってないんですよ。けど過去の価値が明らかに変わってますよね。 うん、そうなんですよだから今の皆さんが今を変え続けて今日で言うとね考え方と行動を変え続けて素晴らしい未来を作り続けていくと過去の価値も変わっちゃう過去オールオッケーになりますから僕もっともうなんかあのイオンのショッピングモールの,のとこねずっと2時間ぐらいぐるぐる,ぐる歩いてたことあるもん、ね あれ俺なんかずっと歩いてるみたいなあわ分かるでしょこの感覚そう彼も動物経験者なのでそうそうあご安心くださいねもう全然大丈夫だからもう全然大丈夫ですから元動物のリストラサラリーマンですからね僕リストラ経験者いるお前リストラされたことあるあるわけないよね,そねあったことある35歳で嫁ささん子供抱えてリストラされた人 まあまああとでまた詳しくしゃ,しゃべるけどそう講演家としてこう生きていこうと思ってでもそれでなかなか食えないもんで昼間は昼間でちょっと別の仕事して夜は夜でイオンの中華料理のバイトしてでたまに講演の依頼があると一回5千円との時で喋りに行ってたんですよ35歳の頃、うん。そしたら昼の仕事あのもういらねって言われちゃってちょっと予算が下げられちゃって「すいませんちょっともう,あのもうごめんなさい津田さんちょっと退職でお願いします」<laughs> <laughs> みたいな すごいでしょ人生ってねいくらでも変えられるんですよだから、うん、なんか YouTube だけ見てるとひろさんすげえなみたいになってると思うけど全然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 ,全然本当に本当にじゃあ人生っていくらでも変えれるってことそう5年前の自分に言ってやりたい絶対大丈夫だぞでも5年前の僕が一つだけ普通の人とと違うところがありますそれはこれですリストラされた情けねえ 何やってんだ俺全然あかんわ俺っていう自分がゼロだったってったらになりますよあったあったそんな自分だっていたけどでもねそんな自分5%ぐらいでした95%ぐらいはまたネタができたと思いました絶対将来これでまた人に勇気あげられるって本当に思ってました強がりだよただの夜空見上げながら見てろよって思ってました絶対いつか俺の出番来るってお前思ってただろうそうだよな絶対思ってたんだよ 絶対私の出番くる絶対いつか俺の出番くる何の根拠もないよただの思い込み受け止め方勘違いで本当にそうなります、うん、でみんなも知ってるカモ、えー、さん鴨頭義人さんとか僕がそういうしんどい状況になった時に他の人と全然違うところはそこだけ思い込みの力受け止め方の力またネタできたよしこっからだ 強がりだっただでもね、そういういい状態でいると結局そういう未来になるんですよね。今を踏ん張るから。俺大丈夫。絶対大丈夫。って思えるかどうかが皆さんの未来を変え、そして人生を大きく変えていくよねっていう話ですよね。